最近 V スポの方とありがたいことに遊んでいただけることが多くて、なんかみんなに V スポで一番行かれてるの誰？って聞いてるんですけど、かなえ調べだとトップ2がお二方です。こう、誰まあでが言っても、たん？個人を守るためにいませんけど、うさぎとか言ってました、なんか。うさぎうさが、ぎ？部屋がちチョょっコレーとトとか。汚めのニートの方とか思ってました。汚めのニでも、一番のイカレは加賀すみれだ。そっちなんだ。こっちに来るんだ。正解。こっちに来たんだ。ちなみに3票と1票ぐらいの差です。ここ先。じゃあ、かなえさんは今日、見極めてほしい。どっちがイカれてるか。まあ確かに、今んとこ、ちなみに加賀なずなさんの方がイカれてる。そうだよね。そうだろ。なんか普通に喋れるからね、私。会話できるから。私、かなえさんの前でおかしいことしたことないよ。なんか自分のことを普通だと思ってるイカれが加賀すみれで、自分のことを、イカれのふりした常識人だと思ってるイカれが加賀なずなさんって聞きましたね。そうだよ、そうだよ。本当にそうだよ。かなえさんは自分のことをイカれてないと思ってるイカレ？どっちでもいいよ。すいません。負けるな！どっちでもいいよ。好きな負方けるで。な！そう、じゃあ、負けどっるちなだと思う？よ。どっちだと思うの？イカレだよ！イカレ！イカれ、じゃあ、もう、利用しな自さい分のよ！ことをイカれと思ってるイカれってこ早と？くレディーしろよ！まあ、じゃあ、ジブ、かがすみ。は？頑張りもう、まかす。がすみのガチジブ剥がさないからね。なんで？すみれ、反抗しろ、反抗しろ。なんでだよ。やっぱ上手い人がね、ジブやってるとね、安定するんだよな。やるわ。やろう。なんで呼べばいいんだ、こうやってか、今日2人。姉妹だから加賀さんじゃないもんな。じでも、まあ、かすゃあ、みだよ。全く名前と関係ない相性で呼んで。じゃなあ、ずちゃん。ドクとデ二ブ。人の。なんて？ドクとデブ。私、両方デブなんだけど。ゆっくりと比べてやめて。かわいい。そう考えたらかわいいかも。ゆっくりとグラだと思ったら。ノリで悪口じゃないで。じゃあ、ボドカさんミとレ。ハセシンさん。なんでだよ。も、なんでだよ。2ハ人が。セシンやったら、ナズ、スミやろ？ハセシンさんがナズナさんで、ボドカさんがスそういうミ。ことだよね。そういうこと？なずちゃんのことハセシンって呼ぶってことでしょ？なんで？僕、ハセシンさん話したことないから、じゃであもな一ずちゃ回んが、おしなゃずちべゃりんしはてハみセたシいンを。なって思うから、やっぱ。じゃあおしゃべりしてみる、今。なずちゃんがね、ハセシンさんの真似めっちゃうまいから、多分話してる感覚になれるよ。ハセシンと。まつき。ハセシンさんどうすか、最近。どうも、はじめまして。ハセシンです。おい、最悪やて！おい、えぐいって！ボドカ黙っとき？ボドカほんますうるさげえ、い。ほんまに一生来た遊んでく来れ。れ。ボドカ一回黙っとき？ハセシボドンカ一とボ回、ドカおだ、い、こうるれ。さいって！ハセシンとボドカのそっくりおさん来前た。らがなかった。早いって歩くの！いや、遅い。待ってよ！ お前が遅いんやっ あ、て、いる、ボできドる、できる、できる、カ。できる、できる。待って、ワン危ないキスよ。だよ。そこワン危キないス。よ、あそこ危ない。どいた方がいい、二人とも。本当マに危ジでないいらからない。どてか、こ。マジでショッどトいガンた、持ってどんいだた、から。どいた、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 すどいぐた、に取どりな、いた、もうどいいいから早く取れって。誰も取ろうとしてないって。そんな焦ってなくても。誰も取ろうとしたら。うるせえ。ちょ、パジャマワン着てチくャるンうわ。まいけど。はーい。じゃあ、今まで何も着てなかったのかな。裸ってこと？そういうことだよ、すーちゃん。今、かなえくんのファン、めちゃくちゃ鼻血出してるって。ティッシュ作ってあげる？ティッシュはどうやって作るの？ティッシュってどうやって作るんだろう？豆腐とか。どうやって作ってんの、これ。豆腐？なんか、なんて言った今。なんか、話さ、ちゃんと聞いてなくてさ、ぼーっとしたらさ、急にさ、ティッシュって豆腐とかから作るのかなとか言い出して、普通に びっくりしちゃった。なんかさ、こう、湯がくじゃん、なんか。ティッシュとかって、和紙とかって湯がいて作ってる、なん か、木じゃシュッねえシュ。の？木か。じゃあ木だよ。じゃあ木で木しょ、だ普よ。通に。木だよ。じゃあ木え、でかでなきえさてん、んだティッよ。シュって何からできてるか知ってる？まあ、元をたどれば木。豆腐じゃないよ。ブッブー。木でしたー。木って言ったけど。
今ね、豆腐って言ってる人がね、いたの、かなえさんがいないときに。へぇ、面白いよね。メンマって何からできてるか知ってる？大根じゃね？え、嘘だ。あ、キクラゲじゃない？キクラゲはキクラゲじゃん。大根だよ。これラストにしとこうかな。大根だ。そんなにメンマ侮辱されたの？そんなにメンマ好きだったの？こんなにバカとは思わなくて。割り箸ね、メンマは。割り箸なんだ。メンマ割り箸です。嘘だ、絶対。カナエくんバカだよ、それは。え、嘘でしょ？割り箸って何？木だよね。一回調べてみて、Google で。え、絶対嘘だって。だから調べてから言って。常識って言われてる。これね、解説するの結構ね、有名なね、あの、すごい有名なのがあるのよ。その、ここにいる。割り箸を作った。今、89%。あの、メンマの作り方みたいな。ナイナイ強いよな。喋ってあげて、ナイナイ。来た。カナエちゃん、僕だよ。元気ちゃり僕ね、エペックスだからね、ラストの時より元気だよ。あ、ウキウキしたんだ今。うん、でもね、僕ね、エペックスでね、ウキウキしてる。ちょっとじゃあゆっくり喋ってもらっていい？ゆっくり喋ってるよ。ゆっくり喋って。じゃあ早く喋ってみて。ヤマムーン、ヤマゴム、ヤマタムーン、カエルのメトミガミヨガマテテ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 テもしさ、うん、このスナイパーで撃ってる時のカナエさんの後ろから殴ったら趣味どうなると思う？これ殴れるよ、全然。殴ってみる？うん、組んでてみて。うん、無視。無視だ。正解は無視だったね。正解は無視だ。なんか、そういえばさ、かなえさんは難しい言葉使うって聞いてましたって、あの、戸崎耳に聞いたんだけど、オタクの。うん。私が言ったの？そう。え、使うじゃん、かなえさん難しい言葉。どのメットに。鼓舞するとか最初言われた時に、何やねん鼓舞ってって思ったもん。鼓舞覚えてたんだ、しかもそれで。うん、鼓舞をそこで学んだ。鼓舞言ったの僕じゃないらしい、しかも。あら。一ノ瀬うるはらしい。じゃあ、一ノ瀬は頭がいいなぁ。でも、コブ、私も知ってるよ。あ、そうなんだ。うん。私も今は知ってるよ。なんか、そう、頑張れ。頑張れ。やれるよ。お前ならやれる。いけるって。みたいな感じ。説明じゃないんや。応用ない。応用でもないだろ。あれ、敵どうやって出るの？あの、足元も開くんだよ、一応あれ。おぉ。あれは普通に嫌がらせだよ。あ、ただやらかせ？うん、こっちはそれ。かなえさん、そっか。だからあいつらにも多分もしかしたら、うん。待たれてるかもしれないって思いながら、今、慎重に考えてる。あ、ドキドキ。恐怖感をね。そう。どうする？ブラ履いたら。まあでも、車置かれてるって言ってたら、スキャンに引っかかんだ場所にいるんじゃないかっていう先入観で。で、さ、じゃあ、いないやんと見せかけて、あいつらがアンチ入りそうなとこで待ってるっていうのはどう？でもさ、むずくない？アンチ入りそうな場所、うん、当てるの卓多すぎるでしょ、この段階だって。そうなんだよね。そこがね、今ね、この作戦の問題点。分かった。ここからブラッシングしていくんだよ。気づいたならあまり提案しない方がいいかもね。うん、その段階で。うん、ここからでもスミレがブラッシングしていくから大丈夫だよ。ブラッシュアップって言ったよ、もしかして。なんで、あ、それだ。毛づくろいさせようとしてる？乾かないで。ブラッシングしないで。それだ。ハンターハンターってアニメ2種類あったんだよ。あー、私新しいのしか見てない。だからレオリオ結構好きだな、マジな話。スペクトルレオリオってどれ？ライオンのやつ？なんでやねん。レオリオ、あの、おっさんおっさん、医者のおっさん。キメラハントのさ、ライオンのやつ。クッタイムのアナウンサー。えいえいえいえ。誰？それ誰？それ誰？僕ね。あのね、もうないかい？キメラアント出てきたんかな。私、なんか、ハンターハンターのキャラかなって思って、めっちゃ。最後、ちゃんと街に返してくれ。ありがとうってた。キャラかと思ってた、ハンターハンターの。僕、そんなにくん？僕、そんなんじゃないのかね。あ、何くんだ？僕、そんなんじゃない。僕、似てるね、僕。兄弟。僕、そんなんじゃないのに。僕この辺急行く。おい、どけだ女、どけよこのやつ。あー、マジか、マジか。
ちょ、遅い遅い遅い、ちょっと始めてよ、タリちゃん、これ遅いよ、あの人。僕遅遅くん僕は遅遅くんだよ。ドア閉めちゃおくんだよ。ハム太郎で、私は閉め閉めちゃんだよ。ハム太郎で大将くんだよ。え、じゃあ何しよっかな。こうしくんやろ。ハム太郎さん、なるぞすぐこうしくん増えんでやめれじゃあ私ハム太郎するね。あいよ、それでこうしくんでいいから。こし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 、あ、ちょ、1ブロックずつ分かる。お前ら2人でやんだ、そっちを。こしこし、僕ハム太郎もな。こしこし、こしこし、なぞちゃんの人格が消えたってことじゃん。こしこし、なぞちゃんの人格はないの。こしこし、こしこし、それで、ハトボ行くよ、せーの、あ、ボン。あ、なんかバグった、ごめん。よくね、このエッピー、これダメッピー、これ、履歴だ。履歴だっぴね。あのさ、絶対それ回収できないよ。えぐいよ。絶対回収待ってるようなやからだ。悲しいよ。ムツゴロウさんになろう。ムツゴロウさんになろう。カナイくん、気持ちはムツゴロウ。ムツゴロウさんになろう。動物大好き。動物好き好き。楽しい。黙っとけ、お前。ナイス。また来てます。また来てます。また来てます。じゃあ、あれ、色取り忍者しよう。何それ。シュッ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 シュ。あ、色取り忍者って言うんだ。あ、オッケーオッケー。誰から行く。はい、シュッシュッ。すいません、じゃあどういう回りそれ。次どっち。なずちゃん、すみれ、かなえくんで。あ、オッケーオッケー。いいよ。はい、シュッ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 。赤い食べ物、シュッシュ、トマト、シュッシュ、シュッシュ。おめえの番だよ。あは、スミレ言うんじゃないの。黄色い食べ物、シュッシュ、パプリカ、シュッシュ。黒いソース、シュッシュ。イカスミ、シュッシュ。はいはい、ソースですか、イカスミは。まあ、イカスミもソースにされがちなので、じゃあよしとしましょう、ここは。なるほど、私とかいいの。はい、シュッシュ、茶色い固形物、シュッシュコロッケ、シュッシュ。やばいな、あいつマジで。あいつやばいって。はしゃがないで、はしゃがないで、はしゃがないで。言ってることやばい、マジで。はしゃがないで。まずじゃあ、シュッシュ、シュッシュ。白い食べ物、シュッシュ。白い恋人、シュッシュ。茶色い固形物、シュッシュ。うんち、シュッシュ。茶色い固形物、シュッシュ。唐揚げ、シュッシュ。甘い食べ物、シュッシュ。バニラ、シュッシュ。シュッシュ。茶色い固形物、シュッシュ。チョコボール、シュッシュ。シュッシュ。うん、柔らかいもの、シュッシュ。マシュマロ、シュッシュ。色がないこと、色がないことを正当化するなんて。ないんだって。柔らかいものも別に色じゃないんだって。エンド。え、終わり。